マツダ・キャロル、キャロル、カロルは、マツダが販売する、軽自動車。初代モデルは、マツダの前身の東洋工業により、1962年、昭和37年に発売された 360cc 車で、軽自動車初の4度オアセダンタイプのモデルとなった、ことでも知られ、1970年、昭和45年まで生産された。派生型として、 排気量の大きなエンジンを搭載した小型乗用車企画のキャロル600も販売された。その後、社名の長い中断期間があったが、1989年、平成元年に松田が立ち上げた軽自動車中心のオートザムブランドの中心車種として復活した。二代目以降は鈴木アルトが基本構造のベース車になっており、四代目以降はアルトの完全な OEM 社となっている。2018年、平成30年12月現在、新車で販売されている一連のマツダの車種としては、最古のブランド、商標となる。1962年、昭和37年2月製造開始。当初は2ドアが、翌年の1963年、昭和38年にデラックス使用車の4ドアが発売され、その当初は、 大ヒットした。東洋工業、当時は1960年、昭和35年に、マツダ R360 クーペで、軽乗用車業界に参入していたが、これは4人乗りながら後部座席が、極めて狭く、実質に座席車であった。当時の軽乗用車市場を席巻していた完全4人乗りの、スバル360に対抗するには、機能面で不足で、 発売当初こそ低価格で注目されたが、スバルの画像を崩すには至らなかった。また空冷、V 型2気頭の簡易なエンジンが、乗用車エンジンとしてはやや洗練に欠けることも、否定できなかった。キャロルはこれに代わる主力車として、開発企画されたもので、当初1961年、昭和36年の東京モーターショーで 700cc セダン、 マツダ700として原型が発表されたものの 360cc の軽自動車として市場に出された。特徴は軽乗用車でありながらトランクルーム兼用のボンネット、キャビン、車体後部のエンジンルームが外見的に分離したノッチバックスタイルを用い後部座席背面のリアウィンドウ部分はガラスを垂直に立てたクリフカット型としてヘッドクリアランスとエンジンフード 他の FR 車ではトランクリトの開口面積を稼ぐ手法を取った子である。このデザインはアメリカ製の大型車やイギリスの1959年 105E 型などの先例があるが日本では珍しい個性的なデザインであった。パワートレーンも軽規格の 360cc ながら水冷4ストローク直列4気筒オフのアルミシリンダーエンジンをおごるレ例ぶりで、 それをリアに横置き搭載したリアエンジンの後輪駆動車である。ラジエーターはエンジンに接して装備され、走行による粉圧を利用できないため、エンジン駆動の強制冷却ファンによって側面から冷却機を導入する。このファンの音も初代キャロルの特徴の一つとなっている。水冷の4気筒、4ストロークオフというエンジンは、警護金材料や光合成の5ペアリングの クランクシャフト、半球型燃焼室とクロスフロー配置の9廃気弁など、当時の小型乗用車と比較しても、極めて高水準な設計で、この時代の軽自動車としては、ホンダ T360 のスポーツカー用を流用した DOHC4 気筒エンジンと並び、非常に贅沢なものであった。これは、エンジンブロックの設計を強要しつつ、廃棄量を拡大し、 続いて発売される上位の小型車、ファミリアへも搭載して開発コストを抑えるという、スケールメリ、を念頭においてのことであった。4気筒エンジンの採用は、ゴムスプリングを利用する、ナイトハルト機構のソフトな乗り心地の4輪、独立喧嘩と並んで、振動抑制や静粛性確保には絶大な効果を発揮したが、2倍以上の 800cc 級にまで対応する設計だけに、 360cc としては体積が大きく、軽合金星ではあっても重量は課題であった。またフルモノコック構造のボディは部材合成を高くする配慮が取られ、当時としてはかなり頑強であったが、それだけに重量が重み、400kg 未満と、軽量な R360 クーペやスバル360と比較すると、空車重量で 150kg も重くなっていた。 もともと当時の軽自動車規格に合わせて全幅は 1300mm 前後と狭いが、これに加えて前後方向のスペースをトランクとエンジンルームに取られるなどの原因で乗員はかなり窮屈な乗車姿勢を強いられる。1962年昭和37年11月には 600cc のエンジンを持つキャロル600も発売された。 軽規格のキャロル360に先駆けて4ドアを発売した。600は1963年、昭和38年3月9日に、松田100万台目の生産者にもなっている。360よりもデラックスな内外装や、大型バンパーなどが特徴だったが、室内スペースの狭さは360同様で、本格的な小型自動車規格の 800cc 車である。 ファミリアセダンの生産開始に伴い、2年ほどで生産、及び販売を終了した。キャロル360は、軽乗用車発の4度オアモデルの利便性や、デラックスな装備類で、当初こそ、スバル360の主位を一時は脅かしたが、当初から、車重の重さによる、動力性能不足が指摘されていた。競合するスバルは、軽量ボディによるの動力性能の高さに加え、 デラックス仕様の充実と値下げで巻き返しを図って、主位を守り、キャロルは、市場の主導権を握るまでには至らなかった。さらに1966年以降、軽乗用車市場への新規参入や、スバル以外の既存メーカーの新型車発表が続出し、ことにスバルをも上回る、高性能な、ホンダ N360 などが登場すると、動力性能やスペース効率で不利な、 キャロルの弱体化は著しいものとなった。当時ロータリーエンジンや小型車開発などに注力していた東洋工業はキャロルの根本的なモデルチェンジに余力を避けず、その気を一したまま1966年にマイナーチェンジを行う。エンジン出力の向上、チンプ化したダミーグリルリアデザインのモダナイズやスペアタイヤのエンジンルームへの移設。 トランクスペースの拡大が施されたが、根本的なパッケージングの悪さによる車内の狭さと、元来の車重課題、パワー不足による動力性能の低さは解決困難で、その末期には、スペック、販売実績とも、軽乗用車市場の中では最下位に位置す存在となってしまった。モデル末期には、打開策として一ローター仕様のロータリーエンジン搭載の計画もあったが、 頓んした。ロータリーエンジンは、その特殊構造と高出力のため、風や規制の検知から額面上の排気量をレシプロエンジン基準に換算する必要があるが、仮に普通車規格並みの換算基準を認めると、実質的にはレシプロ 360cc より、はるかに過大な排気量を持つ強エンジンが実現してしまうため、他の軽乗用車メーカーからは問題視され、 業界内でのクレームが上がった。結局、当時の運輸省による不透明な経緯の判断で、軽自動車用エンジンとしての許可は降りなかった。実車搭載による試作もなされたが、1ローターエンジンでは、エンジン振動自体が大きく、燃費も悪い等のデメリットがあり、また1ローターだと逆作用の力が加わってしまった、バイローターが逆回転してしまう等のトラブルも生じた。問題は、 ある程度克服したが、市販車として認可されるとが明けず、計画は実現しなかった。後継者は、ロータリーエンジン搭載が計画された、フロントエンジン車のシャンテとなったが、これもまた1ローターエンジンのトンザから、2ストロークエンジンを用いざるを得なかった。1989年、平成元年製造開始、鈴木のアルトと海5バイト、海 6AA エンジンや、 プラットフォームを共通としながらも、内外装を独自デザインで開発する。復活にあたっては、新規販売チャンネル、オートザームを設立し、チャンネル機関車種として発売。商用車、軽ボンネット版を設定しない、サンドアセダン、ハッチバックのみの構成となった。そのため、当時のオートザーム店の広告などでは、軽乗用車の利点、新車三年車券などをアピールしていた。 丸くファンシーなスタイルは日産自動車のパイクカー BE-1 パオトーンも彷彿とさせ特に女性から支持されヒットモデルとなりミスタードーナツでのノベルティーグッズキャンディットにも採用されたこともある。また当時としては三菱ミニカと同じく全高も高めに取られていた。当初、5エンジン搭載の 550cc であったが 軽自動車の規格改定により、ロク a エンジン、最致 C52 馬力 660cc を搭載し、前後バンパーが大型化される。当初は 4MT も存在していたが、1991年のマイナーチェンジで、MT は全車 5MT となった。660、ロク a 前機、後期とヘッドランプ、リアコンビランプ形状、バンパー含むマスク形状、 ドア内、サイドインパクトバー、後部席3点シートベルト等に変更が加えられ、サイチェシーターボや 4WD、キャンバストップ、電動式も存在する、特徴的なルーフスポイラー、フロントグリル埋め込み型フォグランプも、無色、黄色と選択可能なシールドビーム型や2等中央に、より、格子状にエアインレットの開いたターボ車専用のものや、スッキリしたスタイルのな車用プロジェクター型でそれぞれ、 差別化されたアクセサリー、グレードも豊富に設定。これ以後、前期型にはなかったミレティとオプションを充実させたモデルや、リアセクションがハイルーフ化された昇降リフト付きの車椅子対応福祉車両も発売される。アフターマーケットではこのルーフスポイラーをキャロスポート称し、一枚岩の内容、両端が湾曲、中央が底面に隆起したハイマウントストップランプ付きの ターボ用とあり、カプチーノや AZ-1 等に後付け流用されることが多い。ベース車となるアルトが4代目にフルモデルチェンジし、プラットフォームを一新したことを受け、アルトより約11ヶ月後の1995年、平成7年10月に製造開始。先代モデルからドアとリアバンパー、インテリアの大部分を流用している。先代の丸みを帯びたスタイルをコンセプトとしつつも、 ボディ後半を同年代のセルボモードに似た、ショートノッチバックのスクエアなフォルムにするなど、女性ユーザーだけではなく男性ユーザーもターゲットに、据えた、アウトビアンティエ110にアバルトを彷彿とさせる、勇ましいデザインに変貌した。特徴である丸型二等、ヘッドランプは受け継がれたが、カバーが廃され、簡素化した。また、特徴的だった埋め込みシールド型フォグランプは、 バンパー下前輪前の位置へ設置できるよう移動された。当時の松田の安全基準に合わせ運転席、SRS エアバッグが標準装備された。先代ほど人気は伸びなかったことで、松田オリジナルの開発は終了した。これにより、松田の自社生産の軽自動車は38年の歴史に幕を閉じた。スポーティーなサイチェシーターボ車も設定されていたが、タコメーターは、 装備されていなかった。なお、アフターマーケットでは三代目キャロルがベースとなることが多いのか1996年、平成8年12月には、三岡自動車が三代目キャロルをベースとしたクラシカルな、いでたちの例を発売している。1997年、平成9年、ツダスピードからは一段と、レーシーな外装パーツ、キャロル、 ACO ツーリングキット A スペックとして松田からは、台数限定で装着限定車が販売されていた。三岡、例は、この台でも販売されており、外装メーカー、夢久し、ムークでは、カロリーブランドで二代目 AK ライクなスタイルのバンパーセットをリリースしている。そのためか、松田地方ディーラー、まだ名残のある、オートザム店では、HP 等で、 店頭入手可能であるがごとく装着販売車両が掲載されていることがある。この仕様には、基本的には、マツダのエンブレムや、カロルのデカールの貼り付けなどは行わない。ベース車である、アルトは2009年、平成21年4月に 4AT 車を廃止したが、キャロルの 4AT 車については継続生産されていた。なお、6代目の AT 車は、全車 4AT 仕様である。 2017年、平成29年6月、D-Va HB35S 型において、フロント車輪速センサーに、水が侵入して衝突することで誤信号を発し、ABS、横滑り防止装置、衝突被害軽減ブレーキが働かないなどの恐れがあるとして、保証期間を延長して、無償交換で対応することを発表した。キャロルは、英語で、小化、産美か。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。